こんにちは。今回はスワロフスキーをメインにしたピアスを製作しました。では材料と製作の様子をご覧ください。では作っていきます。テグスに丸大ビーズを1つ通し、丸大ビーズ1つでテグスを交差します。先に通した丸大ビーズに後で丸カンを通します。ビーズを8の字編みします。8の字編みでスワロフスキーを2つ編みました。テグスを折り返して進行方向の丸小ビーズ3つにテグスを通します。テグスに丸大ビーズを1つ取り、進行方向の丸小ビーズ3つと丸大ビーズ1つにテグスを通します。中央の丸大ビーズでテグスが交差しました。もう一度テグスをそれぞれ進行方向の丸小ビーズ3つに通します。テグスに丸大ビーズを1つ通し、進行方向の丸小ビーズ3つにテグスを通します。テグスをそれぞれ中央の丸大ビーズを飛ばして、その向こうの丸小ビーズ3つと丸大ビーズ1つに通します。テグスを引き締めます。テグスにスワロフスキーを1つ通します。進行方向の丸大ビーズと丸小ビーズ3つにテグスを通します。テグスをそれぞれ中央の丸大ビーズを飛ばして、その向こうの丸小ビーズ3つと丸大ビーズ1つに通します。
鉄を強く引っ張ります。テクスに丸小ビーズ3つ、丸大ビーズ1つ、丸小ビーズ3つを通します。進行方向の丸大ビーズ1つにテクスを通します。もう片方も同様にビーズを取り付けます。テクスをそれぞれ進行方向の丸小ビーズ3つに通します。テクスをそれぞれ中央の丸大ビーズを飛ばして、その向こうの丸小ビーズ3つ、丸大ビーズ1つ、丸小ビーズ3つに通します。テクスを引き締めます。テクスをそれぞれ隣の丸大ビーズを飛ばして、その向こうの丸小ビーズ3つに通します。テクスをよく引き締めて形を整えます。テクスの処理をします。片方のテクスを隣のスワロフスキーに通します。これでテクスが揃いました。揃えたテクスを2回結びます。両方のテクスを隣のスワロフスキーに通します。テクスを強く引っ張り、結び目を隠します。テクスをカットします。これでピアスパーツが完成しました。もう一つも同様に作ります。作ったパーツをピアスに仕上げます。丸カンを開いてパーツの丸大ビーズに通します。ピアスフックを取り付けて丸カンを閉じ、つなぎ目を丸大ビーズに隠します。これでスワロフスキーのピアスが完成しました。ご覧いただきありがとうございました。